皆さんこんにちは。身長168センチという日本人離れしたスタイルと透き通る白い肌、はっきとした目鼻立ちの美貌で一世を風靡した山本リンダさん。舌足らずな口調を売りにして、その後はセクシーな大人の魅力を出し、アクション歌謡の先駆けとなり、へそ出しルックなど大胆で情熱的な歌手のイメージがある山本リンダさんです。長年独身だったこともあり、結婚され話題になりました。そんな山本リンダさんは大変な生い立ちもあり、困難を乗り越えて掴んだ幸せだと思います。今回はそんな山本リンダさんの生い立ちや歌手活動、結婚についてお伝えしていきます。山本リンダさんは1951年3月4日生まれで、福岡県北九州市の出身です。山本リンダさんは1966年高校在学中の16歳の時、困っちゃうなでデビューします。舌足らずな口調を売りにした歌い方で国民的アイドルとして知られるようになります。第18回紅白歌合戦に出場を果たします。1972年には作詞家阿久悠さんと作曲家戸倉俊一のコンビによる「どうにも止まらない」はセクシーな大人の歌手にイメージチェンジとなりました。当時としては前例のないへそ出しスタイルファッションの大胆な衣装と情熱的ダンスはアクション歌謡の先駆けになりました。第14回日本レコード大賞作曲賞を受賞、第3回歌謡大賞放送音楽賞を受賞しています。1973年には狙い撃ちが大ヒットし、第10回ゴールデンアロー賞グラフ賞を受賞しています。狙い撃ちは激しい歌と踊りで人気を獲得し、ピンクレディに先駆けてアクション歌謡を全国的に定着させます。今では踊りながら歌うのは当たり前になっていますが、当時は手振り程度で激しい踊りで歌うのは珍しく、大人から子供まで踊りにも魅了され、カラオケ等で真似するのが流行しました。またこの狙い撃ちはボールをヒットさせることを想起させることから、東京六大学野球の明治大学は同曲をチャンステーマに導入しました。それが甲子園にも伝播し、以後は高校野球の応援歌の定番となり、また中日ドラゴンズのチャンステーマでも使用されています。このように狙い撃ちは野球関係でも大ヒットしているのですね。全国高等学校野球大会でほとんどの学校のブラスバンドがこの狙い撃ちを演奏しているのを耳にしますね。1976年には泳げたいやきくんのアンダーソング私の恋人たいやきくんを発売し、夜のヒットスタジオで志聞雅人さんと共演されました。1970年代から人気は低迷し、最愛の母が自宅浴槽で事故死するなどの不幸にも見舞われました。その間は地方のスナックなどで歌手活動をされていました。2006年代表作であるどうにも止まらないの歌詞をアレンジしたどうにも止まらないノンストップが発売されます。テレビアニメレジェンズよみがえる竜王伝説のエンディングテーマに使用されました。2016年6月1日には歌手生活50周年記念コンサートを中野サンプラザで行っていて、現在に至るまで定期的に行っています。 CD に関しては2016年に発売されたアルバムが最後のようです。人気ロックバンド9ミリパラベラムバレットが山本リンダさんのどうにも止まらないをカバーして、2017年8月6日に行われたフェスジャパンジャムで共演を果たしています。山本リンダさんは9ミリバージョンのどうにも止まらないは彼ららしくてかっこいいサウンド、とっても爽やかなボーカルが印象的でしたと話しています。2022年、山本リンダさんは70歳になります。世間で言えばもうおばあちゃんと呼ばれるような年齢です。全盛期に比べるとテレビなどで見かけなくなりましたが、やはり歌手活動を続けています。コンサート、ライブ、イベントの他、時折バラエティ番組にも出演し、
お茶の間でも親しまれています。2020年新型コロナウイルスの影響により他の歌手同様コンサートの延期を余儀なくされました。そんな中 NHK の番組ふるさとぐんぐんに出演し感染症を乗り越え復興を目指す人々の取り組みに感銘を受けたようです。歌手活動を精力的に続けている山本リンダさんは長年独身を貫いていました。2001年5月31日に結婚を発表した山本リンダさんは結婚当時50歳とかなりの晩婚でした。長年にわたって芸能界で活躍している山本リンダさんですが意外にも初めての結婚でした。これまでも多くの男性から言い寄られることがあったはずですが結婚を決意できるような男性とは巡り合えなかったのでしょう。気になるお相手は7歳年上の稲葉光彦さんです。慶応義塾大学卒業後同大学の大学院に進み法学の博士号を習得。その後は福祉や社会保障政治学を主に研究されています。山本リンダさんと結婚した当時は常葉大学の教授でしたが2022年時点では常葉大学の副学長となっています。大学の副学長を任されるいうことは優秀な研究者であるのは確実ですね。それに加えて人柄も素晴らしい方なのでしょう。そうでなければ教育機関の副学長に指名されることはないはずです。長らく独身だった山本リンダさんが結婚相手に選んだのも納得です。なお稲葉光彦さんは初婚かどうかは不明です。山本リンダさんは稲葉光彦について一通りの家事ができる料理がうまいと語っています。そのため一人暮らしが長かったことは間違いないでしょう。ですがこれだけではずっと独身だったとは言い切れません。ずっと前に離婚されていた可能性もあります。いずれにしても2人の出会いのきっかけは共通の知人の紹介でした。きっと初対面の時からお互いに好印象だったのでしょう。その後一緒に食事をする機会が増えたそうです。そしてお互いに共通点が多かったことから距離が縮まり交際に発展しました。芸能人と大学の研究者とは異なる世界のように感じますのでお二人にはどのような共通点があったのでしょうね。興味を感じますね。そのまま愛を育み結婚することになったようですね。共通の知人はお二人がお似合いと思い紹介したことは間違いないでしょう。ですが結婚には驚きがあったかもしれません。前述の通り山本リンダさんの結婚当時の年齢は50歳、そして夫となった稲葉光彦さんは57歳で決して若いとは言えない年齢です。世間では子供を望むか否かで離婚の原因になる場合もあります。二人の場合はお互いにある程度の年齢だったので当初から子供は望んでいなかったことでしょう。ずっと二人で一緒にいられたらいい、そう思って結婚されたことでしょう。高身長の見事なプロポーションと透けるような白い肌、はっきりした目鼻立ち立ちでセクシーな歌声とダンスで人気を博した山本リンダさんです。いつも明るいキャラクターも人気の要因の一つでした。しかしその生い立ちは辛く悲しいものでした。父親はアメリカ軍の軍人で母親は日本人で山本リンダさんはハーフだったのです。山本リンダさんが生まれた頃はちょうど朝鮮戦争の頃で日本にアメリカの軍人さんが多く駐留していてハーフが生まれた要因がありました。今でこそハーフは全く珍しくはありませんよね。ですが当時は珍しかったため小学校ではいじめられていたそうです。肌の色の違いやまた日本はもともと単一民族のため外国人に対して排他的要素が確かにありますよね。心が傷つくような差別的な言葉も言われたことでしょうね。山本リンダさんがまだ幼い頃父親は戦死したため母子家庭となり
そのため貧しい家庭だったそうです。近所の大人たちの視線も非常に冷たいものだったようです。だから母親も貧しい生活であっても頼れる人もいなかったのでしょう。山本リンダさんもいじめに遭い、親友と呼べる友達も作れなくて孤独な少女時代を過ごされたということですね。ハーフということでなければ明るく社交的な性格の可愛い少女だったことでしょうね。そんな山本リンダさんの傷ついた心を癒してくれていたのは、母親がよく作ってくれていたというお好み焼きだったそうで、今も心に強く残っているそうです。その後芸能界に進んだのも母親に楽をさせるためだったそうです。きっと母親は山本リンダさんが芸能界で成功し人気者となったことを誰よりも喜んでくれたことでしょう。苦労して育ててくれた母親を楽にしてあげたいと思っていた山本リンダさんでしたので、母親がお風呂場で事故死された時は本当にショックだったことでしょう。母親は日本人ですが、父親はアメリカ人の山本リンダさんは日本で生まれているので日本国籍だと思います。しかし父親がアメリカ人の場合、子供が生まれる前に10年以上アメリカで生活していたらアメリカ国籍を習得できる可能性があります。山本リンダさんも希望すればアメリカ国籍になれる可能性があります。ハーフということで辛い思いをした山本リンダさんは日本に嫌気がさし、アメリカ国籍でも不思議ではありません。山本リンダさんの国籍は日本ということは、母親が日本人なので日本国籍を選んだのでしょう。山本リンダさんの私生活についてですが、これまで山本リンダさんの自宅はこれまでバラエティ番組でも紹介されてきました。山本リンダさんの自宅は東京都新宿区にある一戸建て住宅と言われています。若さと美貌を維持するため、部屋には大量のトレーニング器具が無造作に置かれているようです。気が向いた時にすぐに運動できる環境を整えているのでしょう。同時に室内には大量の絵画も飾られているようです。トレーニング器具と絵画はミスマッチな取り組み合わせに思えます。ただ山本リンダさんとしては、運動しながら芸術も楽しめる一石二鳥のスタイルも貫いているようです。このように努力されているから、圧倒的な美貌と色気、そしてプロポーションを武器に人気を獲得できているのでしょう。山本リンダさんは歌手、女優としてあらゆるジャンルで人々の心をつかむ魅力的な女性といえるでしょう。山本リンダさんの髪型はボリューミーで、パーマのかかったロングヘアの印象が強いですね。妖艶な悪女のような印象を持たせるインパクト抜群の髪型といえます。ファッションについてもはっきとりした色合いの服を着ているイメージが強いかもしれません。山本リンダさんはインパクトのある髪型と鮮烈な色彩の衣装によって派手な女性というイメージを定着させています。しかし普段の山本リンダさんはそこまでファッションにこだわりはないようです。過去に激安ショップのセールに興奮しながら、安くて素敵な服であれば購入するよと語っていました。トップスターの山本リンダさんですが、意外にもコスパ良好な商品を好んでいるようです。圧倒的なオーラを持ちながら親しみやすい性格を持ち合わせている点も、山本リンダさんの人気の秘訣なのでしょう。2020年10月20日に発売された週刊現代で、大特集「運命って確かにあると思う」ってタイトルでインタビューに答えています。母親を楽にしようとの思いから16歳でデビューし、すぐにブレイクし人気を博します。その後人気は低迷し、そんな中で最愛の母親の事故死に遭遇し、同時に事務所からも解雇されます。ハーフという生まれから子供の頃は貧乏生活で、それに加えていじめを受けたことなどもありましたが、そのような壮絶な人生を乗り越えていきました。年を重ね、生涯連れ添う相手を見つけ、
幸せな結婚生活をつかみます。夫婦2人の生活を楽しみ、おしどり夫婦のようですね。現在でもコンサートを定期的に行うなど、自分の生き方もしっかりと前に向かって進んでいる山本リンダさんです。2022年1月シングルの明日への翼を発売しています。運命って確かにある、確かな歩みをされている山本リンダさんだからこそ、この言葉の重みを感じますね。ある程度の年齢になっていますので、健康に注意して、いつまでもセクシーで、色気を失わず、明るい歌声を響かしてほしいですね。最後まで動画をご視聴くださりありがとうございました。